いやー、収録終わろうと思ったんですけどね。ちょっとインスタをね、ちょっとチェックしてったら、こうぼんじてってっていうね。まあ、あの、昔弟子だったことも繋がってるんですけど、ボンジてっです、みたいなね。もうすぐネタですよ。弟子からの、元弟子からのネタいただきましたんで、そう。まあ、僕に書いてるメッセージじゃないですけど、ストーリーでただ、なんか、ぼんじてです、みたいなね。まあ、タイトル、ボンジてっですね。 凡事徹底ってね、でき、あの、なんですかあの、できること、あ、あ、何ですか。当たり前、でき、当たり前のことをう、なんか徹底的にやれって話ですね。できることは徹底的にやれうぜみたいな話なんですけど、多くの人って、なんかその、できないことをやろうとするじゃないですか。別にいいことだと思うんですよ。できないことをやろうとする。だけど、できないことがやれるようになるのって、できることの積み上げでしか、 できなくないですかもう一人いますね。できないことをやろうとする時ってできることを積み上げることによってできないこともできるようになるっていうメカニズムじゃないですか。例えばですよ例えば逆上がりにしましょうか逆上がりがいきなりできませんと。でも逆上がりしたいんだ。じゃあ今逆上がりできないけどもできることって何ですか ちょっと助走をつけてジャンプしてみる。だけど、ケツが上がらない。でも、それはできるわけですよ。逆上がりはできないか、<laughs> できないけども、すぐはできない。でも、できないことをやりたい。いいことです。じゃあ、今できることは何ですかとりあえず、ケツ上げてみる。でも、ケツ下がる。みたいな。もうちょっと、でも、ケツ下がる。みたいなね。<laughs> 昔なかったですか。まあ、運動神経がいい人はね、まあ、ピュボーンってケツ上がってあ、ケツ下がりますよね。うん。 だから僕、あの、小学校の時、あと一輪車か。一輪車もね、こうすあの、パーンってなるんですよ。パーンって。なんか、ストーンって、こう、ストーンって飛んでくるんですよ。だから、できること。まあ、一輪車はスイスイ乗れません。今できること。鉄棒に、鉄棒にこ、怖いみたいな。今できること。鉄棒で、なんとか留まるってことはできるんですよ。で、それをやるわけですよ。 で、それで感覚つかんでいくわけですよね。で、徐々に。できることを徹底的にやる。で、感覚をつかんでいく。で、そのうちできないことがそれができるようになっていくわけじゃないですか。だから、多くの人は、まあ僕も、ね、このマインドセットで常に持ってるんですけども、あのーうん、僕はね、いつもい、これも言いますけど、この動画を見てるあなたよりね、バカでアホなんですよ。もう髪の毛もなくなってきたし。 この動画を見てるらあなたより僕はバカで、アホで、ドジで、間抜けで、カスです。底辺ですよ。って僕は思ってるんです。だからやるんです。だから、やれることやるんですよ。すげえ普通ですけどね。だ僕、いつも、本当にいつも思います。本当にいつも思うのが、めちゃくちゃみんなもったいないなと思うんですよ。 めちゃくちゃもったいないと思うんですよ。だって僕より頭いいわけじゃないですか。僕より頭いいわけじゃないですか。だから、ちゃんとやれば、ってぼ頭いいあなたが凡事でってやれば、ちょっとで行くわけじゃないですか。<laughs> 僕ね、塾運営してますけど、ね、ぼ僕の塾に入る人って、まあまあ大体僕より頭いい人ですよ。だ僕が頭悪すぎる、僕は勉強してこなかったんで。 あんまり聞かないですね。あ、僕も吉谷さんと同じで、学校の成績オール1でした、みたいな。あの、ですか。そういう人はあんまりいないですね。聞かないです。まあ、中にはいるかもしれないですね。学校の勉強嫌いで、勉強しなかった、オール1。まあ、体育はちょっとありましたけど、本当オール1ですよ、僕。で、その三者面談の時に、その、担任の先生に、一番不良が行くような頭のが悪い学校があったんですよ。 まあ、なんかあるじゃないですか。もう、あの、なんですかね。どうしようもないやつが行く高校ってあるじゃないですか。で、そのどうしようもないやつが行く高校にも、すいません、ちょっと入れないですねって言われ。やばないですか。これなかなかないっすよ。大 <laughs> 体いい不良とか、そのね、全然頭悪い子が行くわけじゃないですか。そこが高校ね。そこにも行けないって言われたんですよ。中学校の時、三者面談で。ただ僕はちょっとね、まあ、 まあ勉強しなかったもう一つの理由としては、勉強が嫌い、スポーツやってましたっていうところで、まあ、多分まあ、スポーツ推薦で、多分入れるとは思いますけど、学歴で学力で言うならば、すいません、どこでも、どこもうちょっと入れませんねって言われました。ただ、スポーツやられてるんで大丈夫だと思いますけど、みたいな話でしたけど、まあ、実際ね、これもね、まあ、世の中の摩訶不思議ですよね。みんな、あの、受験勉強ってやつですよね。僕、受験勉強1ミリもしてないですよ。1ミリたりとも。 学校寝てるし行かなかったりとかね。でみんなあの高校の受験勉強一生懸命してるんですよ。クラスで一番最初に高校決まりましたから。<laughs> ごめんみたいな。させんみたいな。<laughs> あれちょっと覚えてますけどね。<laughs> みんなごめんなさいみたいな。<laughs> 勉強せず高校行けますみたいな。<laughs> まあその代わり卓球やりましたよね。まあスポーツね。そう。だからまあ、うん、本当には勉強はしてこなかったんで。 うんだから本も読めない人ですからね,、まあ、もうね、もうネットビジネス始めて18年以上は経ちましたけども、うんまあ、その中でね、まあ、あの稼ぐために、成功するためにということで、本当に本当に千冊以上は読んだと思います。もっと読んでると思います、18年で言うならばね。どうですか、本読めない人って分かると思うんですけど、あの活字読んでるとめっちゃ眠くなるじゃないですか。 いやこれ読めない人ってマジで眠くなるんですよ。もう眠、ね、しんどいんですよ。もう苦痛ね。あの活字。だ特に最初のだ記憶がすごいあるのが、ハイパーマーケティングってね、まあ、世界一のコンサルタント、ジェイ・エイブラハムが出した伝説のハイパーマーケティングっていう本があるんですよ。クラッシュマーケティングとかハイパーマーケティング。これを読んどけみたいなね。<laughs> こ,こんな、こんなんですよ。こんなでブワー書いてある。 よわかんないで,すね <laughs> でもね読めば読むほど少しずつですけど少しずつですけど本も読めるようになりますねうんだからできるあなたが天才であるならばいいと思うんですけどもまあ普通の人だと思うんですよ天才が僕の動画を見てるとは思わないのでだからね普通の人が凡でってやったらまあまあ早いだから熟成さんでね だいたい1、2年でも人生変えてますから。え僕、人生変えるのに1、2年じゃ変えられてないですからね。もう一度言いますね。僕も人生変えるの結構長くかか、まあね、鹿児島で起業するのもちょっと遅,遅かったというか、うん、もうちょっと早く起業できたとは思いますけれども、でも自由、 あのー、当時ネットビジネスを始めようときっかけになったそのパソコン一台で月収100万稼いで自由な暮らしっていうキャッチコピーに憧れてネットビジネスを始めてたんですけどそれが叶ったのって僕は14年後ぐらいですよ多分うん鹿児島で独立してからですからうんだ前はその、まあ、会社でやってたんで会社の中ではパソコン一台で自由な暮らしはないですね会社組織でやってるので <laughs>。 まあそういうキャッチコピーを作ったりとかねそういうのはしてましたけど実際現場っていうのはすごい大変でしたからで会社のこと考えないといけないし従業員のこと考えないといけないしそこにあんまり自由はなかったですでも実際にその鹿児島で独立して一人でこう裸一貫で鹿児島に行って僕は本当にあに当時あのなんかレター見たねパソコン1台でなんか精神的な自由経済的な自由とかねパソコン1台で月収100万叶いました でも足掛け、足掛け13、4年ですか <laughs>。でもそれも独立してなかったら、ずっと組織のために頑張るというか、パソコン1台で自由な生活というよりかは、組織を大きくするみたいなベクトルでやってたとは思うんですけど、そんだけかかってるんですよ、僕。熟成、見て熟成羨ましいですよ、逆に。ね。1、2年でなんか自由にやってるんですよ。<laughs> だからねその シュンウェイ君とかね、まあ若い子いるんですよ。20代の子もね、熟成で。20代でその生活めっちゃ羨ましいな、みたいな。僕の20代なんか、会社に泊まってる記憶しかないので、もう20代捨ててますよ、もう。もう会社に泊まってね、ね泊まりして、ぐわーやってましたから。本当にか20代の思い出は、会社に泊まってる思い出しかないですからね。遊びなんかないですほとんど。うん、遊んでる記憶ないですね。 でも僕はね、でもね、すごい覚えてるのが、でもね、すごく、まあ、そんだけやったから、すごく鮮明に覚えてるのが、あの、当時、その、まあ、やってて、まあ、僕は、まあ、ネットビジネスの会社入ってやってたんですけど、あの、まあ、人手もそんな最初少なかったんですよ。で、その、バイトの、バイトを雇ってたんですよね。で、その女の子は結構、なんか、男気男、男気があるんですよ。で、 その会社の中で、ね、もうパンクしてて、もうみんななんかもう終電もうし、もうやりますみたいな、もう今日朝で朝帰りますみたいな、だから金曜日だったかな、でもう,もう終電みんなのになってね、でみんな夜な夜なやってるんですよ。で、そのアルバイトの女の子ですよ、女の子も、私もやります、手伝いますよみたいな。で、みんなでぶわーやってたんですよ、ね。ベンチャー企業みたいな感じでしたからね、当時は。で、バーってやってて。 で朝4時ですよ朝4時か5時払えたなってなって、ちょっとコンビニでカップラーメン買い行こうっって、カップラーメン買ってきたんですよ。で、で朝4時で、その会社のね、まあ、当時渋谷だったかな、渋谷の,その、まあ、一角の、のなんか部屋の、マンションの一角が事務所だったんですけど、で、まあベランダがあったんですよ。で、朝4時か5時、夕日が、あ、朝日か、朝日が出てくるんですよ。で、朝日見ながら、そのバイトの女の子と、ね、みんなでこうカップラーメン食うんですよ。 でね、そのしかも朝4時、5時になんと、みんな腹減ってるんで、<laughs> まあ朝4時とか5時なんだけど、めちゃめちゃ腹減ってるんですよ。だからもう、がっつりの食いたくて、なんか豚キムチみんなで食って、でその女の子がね、こう豚キムチ食ってるわけですよね。で、もう、ボンボン,ボン食ってるんだけど、うまっすねーみたいな。<laughs> 女かみたいな。 豚キムチを朝4時5時に朝日を見ながら食ってうまいっすね。みたいな。こいつはすげえなみたいな。結構僕結構あれ。すげえ印象的ですよね。女の子ですよ。女の子が朝4時5時に豚キムチ食ってうまいっすね。みたいな。あれ？結構なんかすげえ印象深かったですね。なんか思い出ですね。でもなんかやり込んだからね。やり込んだから、その映像が鮮明に覚えてますね。昨日のことのように。 まあ今思うと大変だったけどすげえいい思いですよねなんか,なんかすげえ現場大変でしたからうんまあ話を戻すとね僕はバカですし能力もないからこのパソコン一台で自由な生活なんつうのはもう10年以上かかってるわけですよ塾生見てくれと10年かかってる人おらんぞとまあそもそも塾もまだ10年運営してない7年目か 今ドリアの塾は7年目なんですけど <laughs>、まあ、ちゃんと頑張った人は12年で変えてますからね人生いや12年ぐらい頑張ろうぜ頑張ってみないみたいな <laughs> だその後めちゃめちゃ人生変わるんですよ、うん、だから今本当に思うと僕はそのですかね、まあ、前回の動画でね「引き寄せの法則」で「願いを叶えたなんちゃら」ってカスタマーサムネにしましたけど願いを叶え って思うことが、本当に言いますけど、めちゃくちゃいいです、この生活。めちゃくちゃいい。<laughs> いや、ほんとね、やっぱね、平日もなんかその、かまあ、やることはやりますよ。まあ、動画もね、今、連打でぶわっとってますけど、でも、そうは言っても、まあ、ね、まあ、ちょっともう、声が枯れてきたからやめようかなと思ったんですけど、まあ、そうは言っても、1本30分でしょ ?30 分の、これ、5本目で、まあ、2時間、2時間半ぐらいですか タバコ休憩入れてますけど、いや、会社で働いたら、会社で働いたら、8時間以上じゃないですか。まあ、さすがにこれで終わろうかなとは思いますけど <laughs>。だって、今、1本30分ぐらいで撮ってると思うんですけど、これ4本、5本目かな。だから2時間半ぐらいでしょ。うん。全然大したことないですからね。 そう予約投稿っていうのが今できるので便利ですよね。だからがっつりやっちゃって、あ、ちょっとあの、開けたい日があるんですよ。僕。ね。開けたい日があるんで、その日ちょっとやってるんですけど。<laughs> だからそれはもう別に操作、だからステップメールとか動画も予約投稿できるし、別に自由なんですよ。開いてる時にガッてやればいいわけなんですよね。うん。ほんといいっすよ。<laughs> いいしか言わないですけど。ただ、 あの凡事徹底やりましょうって話です。それを叶えたいんだったら、それを叶えたいんだったら、凡人が成功するためには、必要なことは今できることをしっかり人がやらないレベルぐらいやっていかないと難しいよっていう、でも逆を言うと、凡事徹底やっていれば、こうちょっと上から目線で本当に申し訳ないですけど、凡事徹底しっかりやってね、やれば、100万ぐらいは本当にいきます。で、みんなやんないんだ、本当に。マジで。 もう、凡事徹底です。もう、一、二年、凡事徹底して、ちゃんと学ばないといけないですよ。正しい知識だったりとか、ちゃんと行動、行動した後の改善、結果出すためにはどうすればいいのか、フィードバック、質問、相談、そういうことを繰り返して、一、二年徹底的にやって変わらないってことは僕は考えられないですね。うん。そう。だってぼ、しかも僕より頭いいわけじゃないですか。どうすか。だからね、 僕はあのもうちょっとあのー、コンサルあんま募集してないんですよであの今年あじゃあの先月か先月コンサルちょっと募集しようかなと思ったんだけどやめたんですよ大変だからで去年の11月ぐらいに3年ぶりぐらいにちょっとコンサルを募集したんですねで2名の人ね 人生初のあの塾を売るってなって、まだ売ったことがありません。未経験ですよ。塾売ったことはないっていう。で、2人の人、このね、2人のコンサル生もう300万行きましたから。300万。数ヶ月でね。これめちゃめちゃすごくないですか。で、まあ、僕からすると、なんかね、僕、僕 <laughs> パソコン1台で月収100万みたいに憧れてた人間ですから。で、ちょっとやってね。 300万ですよ。どういうことやねんっていうね。まあもちろん下地はありますよ。リストもあったし、リストもあったし、ある一定の勉強もちゃんとしてた人だからっていうのもあるんですよ。でもそうは言っても、なんか僕は教えながら羨ましいなと思いましたけどね。だって数ヶ月で300万ですよ。まあ,あと、あとししょ、初月、初月からも100万超えとかね。うん。なんかね、アドバイスしながら羨ましいなっていう。 まあまあほんにねあのちゃんと勉強してちゃんと凡事徹底やればもうそのねなんか年少100億とは言いません僕は年少100億はいけなかったタイプですので年少100億はあのちょっといけますとは言えないですけども100万ぐらいであるならば凡事徹底すればいけます目指せます達成できますでもそのためにはしっかりと学んでマインドもハウツーも全部 月収100万達成するためにはどういう考え方が必要なのかどういうことをやらなければいけないのかっていうのをしっかり学んでやるっていうここさえやればプラス分からなかったら聞く相談するこれやればもう間違いないですからねではっきり言いますけど今度まだ発表しないまだ発表しようか迷ってるんですけどちょっとね新しいサービスも始めますんであなたに結果出してもらうためにねしかも無料ですこれ あなたにに結果出ししてももらえるるように新しいサービスも無料で、で今度メルマ限定でやる予定や予まあこれはねセールスレターはもう作っちゃってるんですけどもあこれが終わってからかこれのすみません390円のこの、えー、キャンペーンが終わってから発表しますでそれはもう無料ですみたいなで390円も払いたくない人そんなあなたにみたいなね <laughs> 390円すら払いたくない そんなあなたに無料はどうですかっていう感じでもうレターを作ってあるんで、それ案内します。それも活用してもらえれば、無料で稼げますよ。本当に。無料で稼げます。言い切ります。無料で稼げます。で、あの、他の人が、他の人がメルマガで多分やってないだろう、その、なんだ。メルマガ、メルカツみたいな。なポイカツってあるじゃないですか。メルカツっていうね。お金が稼げるっていう。僕のメルマガは金が稼げるっていうね。 新ししいのちょっと作りましたんで楽しみにしてください。楽しみ僕のメルマガは稼げるよっていう。本当に。で、なんで稼げるかっていうと、それは、ちょっとここではあんま言わないんでしょ、ここまあ本当に稼げますから、これマジで。マジで、稼げる人続出すると思います。金額は言わないですけど、金額はここでは言わないですけど、稼げる人、僕の裏メルマガから続出します。言い切ります。絶対です。 っていうイベントも用意してますんで。楽しみにしてください。はいまあ、とりあえず390円ぐらい買っておきましょう。まあ、でも390円すら買わないっていう人にも <laughs>。その絶対稼げる。絶対、絶対と言っちゃダメか。絶対と言っちゃダメですけど、ほぼ高確率で稼げます <laughs>。マジでほぼ高確率ですね。うん まあい,いや、それはまあちょっと今話すとややこしくなるんで、またこれが終わったらそれ発表しますんで、こうご期待ください。まあとりあえずそれもね、恨めるまが限定でやりますので、うん、基本的に無料プレゼン、無料の企画だったりとか有料全部恨めるまがでやりますので、えー、興味ある方は恨めるまが登録していてください。で本当に、あの、逆上がりの話もしましたけど、今やれることを徹底的にやりましょう。じゃないと、でき、その、できないことできるようにならないですから。 うん、でもそれだけで人生変わるわけですからうんまあ当たり前の話なんですけどね、うん、あたで当たり前のことを誰もがやらないぐらいやればその当たり前のことっていうのは当たり前じゃなくなりますだ僕も当たり前のことをブワーやったことによって当たり前じゃないなんか数になってるじゃないですか一本一本取ってるんですよ 当たり前のように、まあ、YouTube で集客する YouTube でセールする当たり前に動画を撮っていくわけじゃないですか当たり前のことですよねでもそれを徹底的にやるとね当たり前じゃないやなんか本数になります <laughs> 多分2万6000本ぐらい一般公開できてる人っていないと思うんですよあんまりね特に情報発信コンテンツビジネスでやってる人で、まあ、やらなくてもいいんですけどね ただ僕はその凡事徹底だったりとかマインドだったり考え方だったりとかそういうのを背中見せるっていうところも一つの僕はあれだと思いますので要は結果を出してもらうビジネス的にはですよビジネス的には売り上げを上げるっていうのがビジネス的なところですけど僕の商品の構造上僕の商品の構造上僕の商品を買って結果を出してもらわないと僕の商品っていうのは引き立たないですよ だ買,って買ってもらって終わりじゃダメなんですよ。動いてもらわないと。で、動いてもらえれば結果出るんで。で、その上で、まあ、僕が背中を見せるってことですよね。ああ、吉谷さん、またやってるな、俺もやらんとあかんな、みたいなね。まあ、そういう意図でもやってるわけですよ。熟長がこんだけやってんだから、ちょっとやらんとあかんなっていうふうに思ってもらうためにもね、僕はもうやってるわけですよ。なぜならば結果出してほしいからです。 ビジネス的には売り上げ上げることです。ただ、仕事の意味としては、あなたに結果を出してもらって、僕と同じような人生を送ってほしいという思いがあるからですよ。だって楽しいもん。楽しいことをおすすめしたらダメですか面白い映画を友達におすすめしちゃダメですかお聞きしたいです <laughs>。めちゃめちゃ美味しいご飯食べてね。いや、お前騙されたと思うから、ちょっとマジで食ってみめっちゃうまいから。っておすすめするのは悪ですから。 本当に、ね、この生活いいですよ、本当に。特に僕なんかは、やっぱ会社組織でサンドイッチ状態でやってたところがあるんですよ。上から下からバーンみたいな。今、そこから解放されて、本当に楽しいし、昔その会社員のその組織でやってた時ですよ。社長までなりましたけど、平社員から社長まで、グループ会社の社長までなったけども、サンドイッチですよ。上に会長いますからね、サンドイッチですよ。下は授業員いるし。 だからね、位が上がれば上がるほど、やっぱサンドイッチになるんですよね。だから店長とか大変でしょうね、本当に。飲食店の店長と雇われ店長とかも超大変ですよ。サンドイッチ。本当ね、自由な生活、自分で一人で稼げるようになって、もう本当にパソコン1台で稼げるようになると、人生本当に変わると思います。うん。そのためにも、凡事徹底やりましょうっていう話です。で、凡事徹底で、なんだ、月収100万はいけます。言い切ります。 でもちゃんと学んでくださいよ。考え方も、ハウツーも。あと改善もしないとダメですけど。でもそれも凡事徹底です。当たり前です。月収100万稼ぎたいんだったら月収100万稼ぐためのことをやるのは当たり前ですよね。大丈夫ですよね <laughs>。月収100万稼ぎたいんだったら月収100万稼ぐための考え方がないといけないですよね。今の考え方で月収100万いってるんだったらもうい、うん、ってるわけじゃないですか。うん。 はいまあ、いろいろ申し上げましたけど凡人手って大事ですのでやっていきましょう。では